下野の世紀は、京都府生まれのバスプロ。滋賀県をつし在住。リブレバスクラブ、喫茶授受経営。日本のブラックバス釣りトーナメント創世記から活躍しており、いち早くアメリカの大会にも参戦しており、日本人では初めてアメリカの BA、SS のメガバックストーナメント入賞を果たした。釣りは様々なジャンルに精通しており、子供の頃から、 様々な釣りを経験してきている。バス釣りに入れ込む前は雑誌に渓流釣りの記事を執筆したりマスの管理地を経営したりしていた。毎年様々な釣り方が考案されている中、バス釣りの基本は同じだから毎年同じ季節に同じことをするというのがモットーであり、釣りを始めたばかりの人が基本をわかるように、また、 数年後も同じように釣れているところを見せることによって釣りの肝を伝えている。フィッシングショーに来る暇があるなら釣りに行け、と、実際に釣り場に出て釣りをする大切さをたびたび口にしている。また、高価な釣り具は、プロのようなシビアな釣りには必要だが普通に釣りをする、分には必要がない、と、初心者に対してとにかく釣りをするよう伝えている。スーパーファミコンソフト。 下野の世紀のフィッシングツーベーシング、大物ブラックバスフィッシング人造古編に登場している。ゲーム内容は、滋賀県の琵琶湖で年間5回開催されるトーナメントに参加する。天候、気温、風向きなど実際に起こりうる気象状況の中で競技を行い総合チャンピオンを目指す。琵琶湖に新名所誕生。ジャッカル琵琶湖研究所外展。 地球マルロットアンドリール2002年6月号、週刊ファミコン通信ナンバー302株式会社スキー、P48 ありがとうございます。